というわけで、では今回はね、こんな感じですか。はい。で、ポーンと。なるほど。何？あんだけ事前に言ってたのに終わっちゃう感じなんですか。なんかサトシが、サトシが見せたいものがあるんだって。なんか自分がやりたがる、見せたいんだ。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうも。今日の天気は？今日の天気は雨です。え？降ってるじゃんだって。降ってた。いや、もうちょいだったらね、なんとかしてるかなって。なんとかしてくれるかなって。僕もそんな天気を操るまでは、宇宙世紀だったらね、ある程度コロニー内で天気をコントロールできるんですけど。うん、さあ、ではね、今回は前回言った通りの、はい、まだアップデートの紹介ですかね。はい。はい、結構多分ね、アップデートされてもなんか何が変わったのかね、よく分かってない人多分いると思うんですよね。お多分いちいちそのお知らせ見ない人とか、あ、そんなのなってたんだって、ね、結構あると思うんですよね、うん、で今回特に結構ね、いろいろ変わってるんですよ。へ、細かいところが便利だ。というわけで、ね、今回はそれを、うん、まあ、これを見てる方は、あ、そうなんだっていうね、風になって帰ってもらおうかなと。舌鼓を打つかいと。はい、ではその前にコメントか。はい。コメントか。なんで嫌そうなの？嫌なんだよな、これ。なんで嫌そう？嫌なんですよ。おまけ映像ですよ、おまけ映像。おまけ映像、EX 試練、虹の女神、もじゃげ編。こんな見ていただいて。なあ、本当。本当ありがとうございました。いろんな意味で。これのコメントを一言で言うなら、叱咤激励ですよね。そう。こう、いつもよりコメント多めですね。そう、コメントめっちゃ多いんですよ。愛されてるな。で、確かね、前の収録で言いましたけど、はい、案の定、モジャゲがクランツのね、専用スフィアを外してることを僕らで言ってましたけど、はい、案の定ですよ、案の定。見返すと分かりますけど、2人が別の話をしてるときにしれっと変えてるんですよ。そう、見てないときに変えてるから。なんだこれって自分でも思いました、本当に。本当忘れるんですよね、うん、専用スフィアがあるって。専用スフィアはちゃんと強いですよって説明まであるのに、うん、ですね。で、自分も専用スフィア強いって思ってるからつけてるはずなのに、うん、完全にアホ。この手たらくですよ。ほら、モジャゲさんに一からスフィアの講座をしてあげてください。かわいそうに思えてしょうがないです。パーティー編成に関してはもう言っても根本的な部分が直すのにないでしょうし。ああって。ああ。ここまで言われる？愛されてるね。あ、でもね、中にはね、少しぐらいぐだろうが構いませんよって。マジャゲのプレーだったら見ますよって。あら、優しい。優しいな。なんて優しい。あとは、そうそう、なんかエリオールをね、試練クリア報酬かと思いきや、そう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 。エリオールはフロンティアハンターの報酬で、そうですね、カテダイクが試練ですね。はい、うっかり、はい、モジャゲのセンスのなさを改めて実感させる動画だな。ほんとこんな動画、こんなコメントばっかだから。攻略動画なんですか？違います。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 みんなで楽しくこれほどやろうという。おまけ映像です。しかもティリスって今フルオートで倒せるんですよ。なんでそう、なんならマジっすか。そう、あんなね、2パーティーとか。そうそうなの。うん、へえ。なぜ専用スフィアを外すのかね。本当ですね。なんで外しちゃったんですかね。縛りプレイですかね。縛り。モジャゲはゴルゾにこだわりすぎて、本当ね。だってみんなゴルゾいいって言ってたじゃん。試練でいいなんて誰も言ってないですよ。ないよ。スパークしやすいって。そうね。まあね、電池もあるけど。あるね。うん、逆によく天才からの挑戦を新ピオリタに進めたな。本当ね。逆ですね、きっと僕が進んだんじゃなくて新平が進まなかったんです。確かに、うん、新平じゃない、サトシだ。サトシね。サトシ、サトシ、サトシ。もうね、本当幻想を使って勝てないんですかって感じですね。なんか全体的に勝ったんですよ、一応ね。一応勝ったんですよ。そっか、よかったね。カンニングしてんのよ、カンニングしてんの。でもみんなだって見ながらやってるでしょ。幻想使えば今多分初見できますよ。お無謀になった。てか みんな見ながらやってるかもしれないけど、見ながらやってこうならないから。
ピョーン違うことよはい、というわけでね、はい、あの知ったけもうだけ反省ですよ、反省ありがとうございました。うん、ではね、アップデートの紹介しましょう。はい、はい、今回多いんですよ、本当に。まずはね、上からいきますと、はい、超激大召喚に、まあさっきの、前回のね、このお犬様とリセが追加されたと。追加、あのあとですね、はい、引いたんですよ、僕犬を欲しくなって、はいはい、10回10回引いて2回割れたんですよ。おお、まさか2つともリセだった。やった、新キャラおめでとう、はい、僕ディセをめでたいと思います。なんか三沢崎さんがあんまりいらない的ないらない的なことで出れ強いけどまあ、ね、僕は代わりに使い道広いのは多分ゼクトかな確かにね、うん、はい、で、はい、助っ人パーティーを3つまで設定できるように変更と。それは新しいですよね。新しいですね、うん、どうやるんですか。どうやるかと、はい、メニューの設定で、ほう、あの前までは現在のパーティーかパーティーのこれですって選べるんですけど、うん、はいはい、ここが、ね、3つになったことによってパーティー1とパーティー2とパーティー3を助っ人にしますっていう、はいはい、ってことは三崎さんはアルプネラとあとマンドラゴラとあと何でしたっけ、ウンディーネ、ウンディーネじゃなくて、ちなみに周りから見たらこうらしいです。やっぱり予想通りじゃないですかこれびっくりした、本当にやってた、うん、この人怖いよ、ね、本当にやってた、触れ切り待ったなしっていうねこんなんいたら引くわ。これでもちなみに、はいはい、なぜ3つになったか、はいはい、何ですか、えあなぜ3つになったか、便利だからじゃないですか。便利だからですよ。わ、何でしたっけ。いや例えば、はいはい、試練みたいなのに行く、まあまあ、で、はい、クエストに行く、うん、なんかフレンドって行くとこによってちょっとこう選びたいじゃないですか。まあそうですね、それをこう3つ置いとくことで、じゃあ試練今だったらこれ置いとけばいいかな、ベ、うん、ースト行くんだったらゼロナイト置いとけばいいのかなみたいな。ただ、はい、まあ、試練とかフロンティアハンターはそうなんですけど、うん、クエストに関しては多分全部出てくるんですよね、これ。そうだ、オートにしちゃうと若干、ね、だから結局だからまあ3つ設定できるなら、じゃあ1体は自分の好きなキャラでいいやってなるじゃないですか、はいはい、いるじゃないですか、うん、なんかどこぞのアーネルにしてるクイズ王もいたりいた、あとはなんかリリス大好きな声優がいたりいた、はいはい、そういうの全部出てくるんですよ。そういう意味だと、うん、僕も前々から思ったんですけど、うん、オート周回とかでも、はいはい、フィルター機能有効にしてほしいんですよね。あ、確かにね、フレンドのフィルターで出たやつしか連れていかないってやってほしいんですよ。ありますね、経験値ダンジョンとかの時は、はい、多分違うゼルナイトを複数とか、あとはハルトとか、はいはい、にしとくとフレンドにとってはラッキー、ありがたい、うん、なるほど、まあ、3つあるからって下手に嫁キャラとか使うと、うん、微妙な場合もある、うん、まあ、そのうちきっとフィルターつけてくれます、はい、オシリムでお願いしよう、うん、はいはいはい。で、ユニット詳細画面にてリーダースキルや BB の欄をタップすることで全文を、要はなんか長押ししてる最中じゃなくて、うん、タップすれば見れると。お、はいはい、こちらね、マンドラゴラリーダースキルなんとなしっていうね。お、まあ、まあ、これでも一応タップだけでずっと見れる、BB もタップだけでずっと見れる。あ、これ便利だな、結構こいつすげえ分かりにくいなこうねはいはいはい、こういう風に今ずっと気楽に変えれると。ほう、はい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 、これ楽ですね。これいいな、結構この流しようとして反応してなくて、そう、指離したら画面戻っちゃう、それそれありますよね。あれがね、なくなったことによってね、だいぶ見やすいと。いいですね、これ便利、うん、そしてスフィア屋の上限が解放された、はい、お、何が追加されたんですか。まあ、レベルいくつかは分からないんですけど、はい、72つ上がったかな、6とかそんぐらい2つ上がって、はい、またね、前回の4つ増えたんですけど、うん、はい、前回アリーナとレイドかな、うん、はいはい、がくっついたスフィアがあったんですけど、はい、まあ、また同じような感じで、うん、可変攻撃機構劣化、かっこいい、かっこいいっすね、名前が。で、この何でしたっけ、普通何でもこれ、あ、
魂のやつ、御霊、普通の御霊の剣みたいな、何、うん、ちょっとコメントで誰かちょっと書いてくれます、うん、これが確かアリーナかな、生成できないスフィアです、なんで、あ、ちなみにあの前の あのアリーナスフィアとかをタップしたら、あのアプリが落ちる現象は治りましたから、ちゃんとね、こういうふうに怒られます、なるほど、でメライドデウスはあのレイドかな、レイドだったっけ、違うな、普通の村スフィアかなで作れるので、はいはい、まあ作れる、でガルザペリオンね、これが本当に大変で、大変、これ本当大変なんですよ、これ無理ですよ、これ作れないですよ、これめっちゃ深いんですよこれ、うわ、ね、通常の素材集めも結構大変なんですね、これ本当大変なんですよね、本当、うん、ここら辺の全然作れてないんですよね、あれっていう、まあね、結構厄介なやつが3つくっついたのが今回の劣化、なんか強いですね、身船に装備して4ターン100% アップの異常を付与してひらめき軽減、なんかすごいアリーナっぽい、アリーナコロシアム連れてきたくなりますね、うん、そして原意の四方点、はい、 BBK、 こちらもね、一番上の召喚師の鍵はアリーナスフィアで、うん、あれ3つ持ってる、多分あれかな、どっかのフロンティアハンターか何かであったのかな、ありましたね、ああ、でエラルリクレアもアリーナかな、アリーナ、へー、でまさかのマルキロディね、これ多分ね、マルキロディなんていらねえよってね、そうですね、ポイした人結構いますよね、ポイしてますね、ただ、まあ、マルキロディがあるからってあのステアップ系ではなく BB 系なので、このマルキロディがあのあれ魔導器みたいな感じで、あ、おまけの能力アップ、結構便利で、まあ、他のもそうですけど、例えばお犬様がアットロにつけて発動を最初にしたら、うん、ヨーマ周回するときとか、ヨーマはもう三船は超えられませんね、そっか、三船、三船を5体育ててない人もいるわけじゃないですか、いや三船です、はい次、いや三船です、三船4でいいです、まあ、その 4だね、4で大丈夫、でこの今日は転送ゲオラルド、かっこいいね、かっこいい、こちら結構ね、このグランローヌが結構アリーナの上の方ですごいっすね、確率でヒラメージを 50% 軽減っていう、かなりデフォルトですごい強いんですよね、デフォルトで軽減で、かつあのメロード、メロードにもガルザペリオン使ってるんですよね、これガルザペリオン足りない、足りなそうですね、足りないですよね、いい子作ろう、はい、おめでとう、なんでグランロードが普通に強いのにメロードも加わったっていうね、なるほど、だから軽減もするし異常も付与するし、これすごいな、ひらめで違うか、確率、え、そうね、ひらめで BB 回復、 BB 上がったり、うん、HP 回復したり、ホンマリーナですかね、ですかね、うん、強い、で最後1個、はい、コーマショーグエンドリアラかっこいいこれ、ね、なんとね5個のスフィアを合成するというね、すごい、まあ、ノルマも結構上の方のアリーナスフィアでかなり強いと、はい、この BC 獲得時の増加量超絶アップ、おでソルジェネでログラスバンドで人工魔石結晶でね、まさかのファルミアン使うなんて聞いてなかったもんだからさ、あれどうしちゃったの確かこれあれですよね、毎回フロンティアハンターでばらまかれるかな、確か多分、あ、そうなんですか、じゃあ持ってんのかな、でしたっけね、確かフロンティアハンター参加してないぜのミサザキさんは、うん、いや毎回別に報酬はもらうんですけど、はいはい、この辺のやつは全部捨てるんで、あの、まあ、ファルミアン使うんかいって、なるほど、まあ、というわけで、ね、まあ、この5個が合わさったというね、かなりすごいやつ、うん、まあ、BB 系のね全部鬼かなっていう、なるほど、といった感じの4つが増えました、はい、まあ、基本的にはまあアリーナと何かって感じね、うん、なるほど、強いっすね全部、うん、で多分これはあんまりね関係ない人もいるんですけど、はい、あの人気のイースカノッサが、お、はい、この HP が多いほど攻撃アップで、うん、少ないほど防御アップっていうのがあったんですけど、はい、ずっとステアップ系でなんかどっかで変えますって言ってたんだけどなかなか変えなくて、しばらくね、そう、はい、ようやく変わったっていう、なるほど、使い勝手が増えた、そうですね、できた、いいじゃないですか、使いやすくなったといいじゃないですか、まあ、確かにだってあれですよね、あのどれだ、このアルテムウェポンとほとんど一緒の
文章なのに、なぜイスカの差は違うのかっていう、うん、まあ一体何人の人がこのスフィアを持ってるのかっていう、まあでもね、世の中にはね複数持ってる方もいますからね。今のね、佐々木さんのようにね。そうね、佐々木さんそろそろ2周目カンストするんじゃないですか。まだですかね、まだまだ。すげえ。200万ぐらいかな、まだあと200万。すごい、すげえな。でなんかね、あと謎の機能があるんですけど、フレンド検索でレベルが近い人が探せるって、はい、あ増えてた。なんですけど意外と近くないんですよ。はあ、やってみますと、あでも変わってるな。近い近い。なんかあの当日にやったら、はい、200とか普通にいて、なるほど、どう近いんだろう。あ確かに近いわ。あ調整入ったんですか、もしかして。で、あのあれですね、クエストだと、クエストの一番下にいるやつだと、うん、はい、コメント見れないですけど、これだとね結構コメントも見れるから、あ、まあ、ちょっとフレンドは探しやすいのかなっていう感じがしますね。なるほど、楽しい。へえ、といった感じの機能が。はい、覗きに行こう。まあね、ウェイフローね始めたばっかりでね、はいはい、結構フレンドとか見つかない人はこれを使ってみてもいいかもしれないですね。なるほど、なるほど。でミッションにレコードが追加。はい、これなんだっけ。ほう、なんかなんだっけな、なんか増えてるって思ったけど、なんか増えてた、受け取っちゃった。何のレコードが、なんか増えてた、なんだっけ、何のレコードが。あ、ユニットの、はい、あれだ。あー、なんかコストか。うん、このコスト235以上のパーティーいうやつか。うん、増えてたというわけで、そうですね、うん、それ以外は何が増えたかわからない。はあ、うん、ちょっと増えたよっていう感じですね、うん、なるほど。あー、受け取れる4000ポイントもらえる、うん、すげー嬉しいですね。で、このコロシアムのアリーナにおいて敵側の特性強化を発動を無効にしたと。これがね、はい、ありがたい、ありがたい。特性強化なんですね。だから敵のね、三船の全体攻撃がなくなったと。なくなった。ミゼルカの全体攻撃は生きてる。生きてる。リーダー好きだからね。はい。で、このコロシアムでね、チケットが入るようになった。今まではね、あのチケットない時に、はいはい、ダイヤ使ってあの5枚だったのが、はい、いつでも補充できると。おお。まあ、アリーナ面倒くせえよって方は、これを使ってもいいのかなぐらいの。うん、なるほど。あと、報酬でね、上から一括交換ができる。うん。おー、あ、ガルダペリオンだ、欲しい欲しいいますね、早速いましたね。はい、では最後、はい、はい、ちょうどね、あのレイドのキャンペーンが、なんかレイドで、はい、なんかブラックリストって言って、うん、なんか嫌な人を、あー、追加される、追放するみたいな。なるほど。プラスフレンドと行くと、はい、なんか報酬が増えるらしいので。へー、うん、軽くいきますか、一周。あ、いいですね。報酬が取りやすくなるのかな。なんかフレンドボーナス的な感じでね、うん、僕ベイオルグ全然足りてないんですよ。まあモーラですけど、まあ行くのはモーラですけど、あれ、うん、あれあと、あのベイオルグじゃなくて専用スフィアつけた方がいいですよ。そうですね、うん、あー、はい、まあ、だけベイオルグ取るとね、ダメだから。どうしてもつけたくなる。つけちゃうから。あのちなみに僕のクランツまだあのベイオルグつけてます。アホですね。あの日のまんまか。パパッといきましょう、パパッと。はい、はい、こうちゃん、これは新兵だな、これは。サトシか、フレンドが すぐ使うんだから。よし、オッケーっす。はい、フレンドちょまフレンドを冷やし、ちょま。なるほど。こうちゃん、レベル高え。高え、これ約束だけ高っ。へえ、あ、まあいいか。まあまあまあ、モザイクはね、相変わらずね、ベルの大好きだからね、うん、そうなんです。リセに変えたら、リセにまだ育成してない。はい、いいですか。ではね、パパッとモーラの方をね、行って、はい、フレンドボーナスとは何ぞよだと見に行きましょう。あ、ブラックリストも紹介するよかった。ありましたね、ボタンが。ありましたね、うん、これでね、最下位の人をブラックリスト行けですね。怖いこと言うな。そんなこと言うんだったらちゃんと準備させてよ。本当に。とりあえずね、DD 貯めまして。あー、すげえな、ゼクト貯まります。貯まる。
持ちいいぐらいにたまる。やる。あれってフレンドの数が多いといいんですかね。フレンドがいれば増えるのか、フレンドの数だけ増えるのか。あ、気になりますね。その辺のなんですかね。お尻向きですか。なるほど。さあモーラー来ました。早っ。落ちた。あ、なんかオーバードライブプシューって聞こえたよ。なんかプシューって聞こえたよ。気のせい気のせい。ちょっとモニター見てよ、モニター。何をしようとしてるんだ。アバンのオーバードライブ打った人だよ、もしかして。気のせいですか。ワンパンしようとしてるこの人。気のせい気のせい。仕事させてくれない感じ。もしかして三段準備させといて。ダメか、ダメか。スパークしてなかった。スパークしませんでしたね。しませんでしたね。なんかニヤニヤしてるなと思って。そういうことか。残念。親から見えない。残念だったな。残念だったな。早く倒して、早く倒して。こっち今一人だから。アバンしかいないから。アバンしかいない。面白いね。早くして。これで全員フレンド切るっていう、そういうことを考えてたんですね。そんなわけない。いけない人だということで、見事倒しましたと。まだやキャンプですけど。あれ、なんかドカンとやられちゃいました。これさ、ブラックリスト級は誰だ。こうちゃん。あ、なるほど。こうちゃん、レベルだけだから。あ、フレンド3人同時プレイボーナス。あ、そんな。じゃあやっぱ、すごい。じゃあやっぱ友達になっちゃダメだ。へえ。で、レア素材はないけど。3人ないけど。3人ボーナスがついたってこと。そうそう。あの、僕2人って出たんだけど。誰とフレンドじゃないの。誰とフレンドじゃないんだ。あちゃみ、サトシは3人ボーナスだけど、レアアイテムは。あれってことはこうちゃんが友達はフレンドじゃないっす。嘘。人狼みたいになってきた。友達じゃなかった。フレンドじゃないっすよ。フレンドじゃなかった。そんなに仲悪かったっけ。そんな仲悪かったの。それ言われてれば見たことないかもしれない。こうちゃん、壁がある。壁があるんだ、そこに。超えられない壁があるんだ。この後フレンドになろう、こうちゃん。そこで送ればいいじゃないですか。ちなみに、こうやってね。あ、フレンド申請できた。フレンドいっぱいって出た。後でやってもらっていいですか。この、このユーザーの情報を見て、こいつまで規制だったなとか、なんかあったら、このね、ブラックリスト登録ボタンを押すんですよ。へぇー。入って。すると、次回からこのユーザーとはマッチングされなくなります。はいはい、さよならモザゲ。本当に。え、人、俺2番だったの今。なんで2番だったのにブラックリストに入れたの。いや一番入れやすかったから。で、ちなみにこのホーム画面のブラックリストでちゃんとね、ここで、あれ戻せない、これ戻せなかった。戻せなかったら面白いですね。戻せなかったら笑うわ。なるほど。というわけで、まあ、やっぱね、フレンドがいると結構集めやすくなるのかなと思いますね。いいですね。なんかゼルとかは増えた気がしましたね。あ、なるほど、うん。じゃあ最後にちょっとね、このロビのね、自分の動画、うん、はい、ちょっとこれ見て終わりましょう。なるほど。さっきのね、はい、はい、では、うん、モーラをやってもらえますか。さっきできなかったやつ、そう、三崎さんがやろうと思って。結構やっぱね、三船のね、スパーク難しいですよね。難しいですよね、本当に、うん、あんなにミスあるとこやってるって思うのにね。どっかではスパークするんだろうと思うのにね。しかし、なんでキラとクロムなんですか。キラは弱点が、弱点ダメージアップで、クロムも SBB に炎、あの闇が光に当たるダメージを上げるので、へ、完全に三船は強化ですね。なるほど、はい、見事、ね、すごいワンパン。まさかね、もうレイドクラス6がワンパンで終わる時代ですもん。はあ、すごいっすね。というわけで、では今回はね、こんな感じですか。はい、でボーンと。なるほど。何、なんか、あんだけ事前に言ってたのに終わっちゃう感じなんですか。なんかサトシが、サトシが見せたいものがあるんだって。なんか自分がやりたがる、見せたいんだ。すごいな。ひどいな。サトシが、サトシの顔がちょっと怒ってた。いや、いいですよ。いいですよ。じゃあサトシのね。ごめんね。ごめんね。見よ。一緒に見よ。
はい、というわけでね、なんかね、本日鳥を飾るのはサトシの、一体何が起こるっていうんです、どっちだ、どっちなんだ、上だよあ、コロシアムもね、終わるわけではなく、アリーナだよ、よく見てよ、おお、すごい、ちゃんとランダムルールありでやってるんだ、そこ終わり、すごい、や、頑張ったんですよここ3ヶ月ぐらい、このポイントはすごい、400、あ、見えないただね、これあと1500ポイントぐらいでアマデュリームというか最上位になるんですけど、はい、アマデュリーム早っペース、ね、ランキングを見るとですね、はい、トレンドランキング、総合ランキング見るとですね、もう今1337位なんですけど、あ、もうそんないるんだ、アマデュリーム持ってる人、ということなんですよ、確か僕がアマデュリーム取ったのが100何十位だったかな、確かね、で半年ちょい前ですかね、ぐらいですかね、いや、多分1年ぐらい前ですよ、1年前か、1年2年前だと思います、1年前ぐらいか、そう、1年前か、2歳限挑戦始まってからですね、そうですね、で今じゃもう1000人以上いるんですよ、すごいですね、1日3人ずつぐらいコツコツアマデュリームを、しかも多分なんなら150人ぐらいは2本持ってますからね、前回と前僕の時とこあのジナの時でちょうど1周分下がる、そうですね、すごいな、じゃあね、取ってもらえますか、はい、すごい、はい、素晴らしい、あ、これアトロはダメでしょ、いっちゃダメ、むしろ、ま、そのところにまだアトロいるんですね、全体がお犬様いない、お犬様にしましょう、全部これお犬様かな、あ、お犬様確かにね、まずじゃあお犬様行きますよ、まあお犬様だね、ああお犬様だね、うわーすごいレアなの見た、犬ネズミじゃないの、あネズミだっけいやーすごいなすごいのに当たった野島シーンが喜びそうだな、はい、まず一回軽く勝って上の方に行くと面白い相手もいるもんですね、見たことないけどね、730、よし計算通り、さあ見て、見てるか、いらん、お犬様、お犬様いないですね、お犬様全然いない、とりあえず行っていいですか、どうぞどうぞ、とりあえず行って、じゃあ最後お犬様、最後の1回だけね、うん、お犬様いやだな、最後の1回お犬様、コロシアムだったら強そう、そのパーティー、おお、コルツか、コルツだ、コルツ持ちだけど、まあ溜まってないので、ヒラメ BB はないから、ないから海船を倒すことすらできない、あの海船強いぞ、おお、ちなみに一番下の2船はテルダがついております、誰にでも弱点がつける、そうです、いいですね、でも行っちゃうってことないよね、あ、まさかで、そういうダサいことやっちゃう、あー、行かないで、行っちゃったちょっと僕ダイヤあるから、今そんな気がした、なってんの、いや、ごめんということで、うん、なんと2人目、すごいな、あ、公式人2人目ですか、お、そういう流れそういう流れなの、そういう流れだよ、僕まだ100万いってないですよ、え、まあ、ちなみにこうちゃんにはね、ログライザー、ね、ログライザーという大きな目標、大きな目標があるからあれ、文字だけは何をしてくれるのかな、何をしてくれるのかな、そういう流れ、アリーナでコロシアムでレベルでしょ、うんうん、あ、いいですね、いい、ちょうどいい、いい担当がありますね、うさぎ担当、はうさぎ担当砕けてますかちょっとみんなが砕けばいいってわけじゃないでしょ、いや、どうよ、そういう流れ、いや別にね、乗るかそるかはあなた次第、うん、たまたまね担当があるなっていう、そうですね、役割は自分で見つけなきゃ、ね、社会人ですからね、そうです、さあアマデュリムね、いいな、はい、ちょうだい、あげたいけど、お犬様に、いいな、なるほど、お犬様につけると、そしてお犬様の HP が、お犬様の HP、もう一個なんかつけとく、セクメティールかな、セクメティールどれだ、多分試練書ないですよね、まだないです、いや、ダメージ軽減の、ダメージ軽減、左手でそう、違う、なんでもない、ここだ、あった、セクメティールをつけるとお犬様に、どうだ、
ドーン。22,633。多分アニマだったらまあ3万弱かぐらいで、うん、50%。ログライザーはね、HP 150%だからね。そうですね。でかつ多分エルギフが多分そんなにですよね。エルギフはね攻撃系になってます。ですよね。うん、なるほど。エルギフでさらに 50% 上げるので、うん、まあ、そんだけつけると4万とか超えるんですね。なんかこの残り HP が多いほど攻撃力アップがつけたくて。なるほど。つけました。なるほど。こんな感じでモジャゲさんが試練に挑戦するために。確かに用意しました。確かに連れてく、はい、僕のところには来てくれなかったんで、お犬様はい、次回はいよいよまさかもうそんな天才からの挑戦、リベンジ。いや、あれです、来たな、梅雨のエルザ祭り。そうね、さよならエルザね。違う。そしてさよなら違う。出会いそして別れ。進化して別れる。進化して挑戦して別れる。ずっと一緒にやってきたんだ。でもあんだけ言われちゃったらもうね、そんなね、また使ってダメでしたでは終われませんよ。それはそうだ、うん、それはそうだ。けじめってもんがね。どうしよう、すごく弱かったら。まあそしたらもう躊躇しなくてさよならでいいんじゃないですか、うん、そのことだよ。呼べっつってお前のせいぞっつって。現時点ではね、まだ幻想も進化してないんでね、わ、うん、かりませんが、全然わかりませんが、楽しみに待ちたいと思います。はい、はい、では今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、バイ。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひぜひお願いします。ぜひぜひ登録してください。はい、はい、コメントの方もね、はい、どしどし募集してますんで待ってますよ。はい、モザギが何でも拾います。触れてきます、積極的に。みささぎさんとね。はい、はい、というわけでね。はい、何ですか、終わりです。またねー、バイバイ。